ございます。そういえばカホさん、ライブとっても良かったですね。え、さやかちゃんもそう思ってくれた？もちろん、心から。カホさんと一緒にスクールアイドルができて嬉しいです。うん、私も。だってさやかちゃんはこの学校でできた初めてのお友達だもん。なんですか？ううん、私ね、中学の頃放課後は門限ですぐお家に帰ってたから特別仲いい子っていなくて、だから嬉しいの。いや、これからずっと一緒にスクールアイドルしようね、さやかちゃん。死ぬまで一生スクールアイドルだよ。それはちょっと極端ではありませんか？改めて、本日からスクールアイドルクラブに正式加入した日下香穂です。どうぞよろしくお願いします。スクールアイドルクラブ部長の音宗梢よ。歓迎するわ、日下さん。ようこそ、香穂。いやー、よかったね、梢。それはどういう意味かしら、綴り。え、だって毎日毎日口を開けば香穂が部に入ってくれたらいいのにって。うん、そうね。部員が増えれば活動の幅も広がるものね。部費も獲得しやすくなっていいことずくめだわ。村野さやかです。ライブはまだやったことがないので、もしかしたら心がけなどを香穂さんに教えてもらうことになるかもしれませんね。コツはね、楽しもうだよ、さやかちゃん。あら、いいこと言うのね、日下さん。すっかり笑顔が輝いているわ。まだつぼみですけど、すぐに花咲いてみせますからね。そしていずれはこの学校で笑顔を満開に。ええ、でもね、この学校を楽しくするのもあなたにとっては大切なことかもしれないけれど、何事も自分が楽しんでこそ。だからまずはあなた自身の楽しみを見出すところから始めてほしいの。私の楽しさ、わかりました。楽しいこと大好きですから頑張ります。あ、でも私、そしたら梢先輩にもわがままのこと言っちゃいそうなんですけど。平気よ、今さら一人面倒を見る子が増えたって。どうして僕を見るの？手のかかる子ほど可愛いって話。そうなんだ、僕可愛い？ともあれ、遠慮せずに何でも言ってちょうだい、日下さん。それであなたの心が花咲くのならお安い御用だわ。梢先輩。あら、まあ、だったら私やりたいこともう決まっています。ライブです。ライブがいっぱいやりたいです。あら、それがあなたの楽しいこと？はい、あのライブすっごく気持ちよくて、それに私のステージを見てくれた人たちの笑顔もパーッと輝いて見えたんです。まるで笑顔のお花畑が咲き誇っているみたいでした。そうね、いいわ。だったらやりましょう、ライブ。スクールアイドルだものね。はい、この学校を笑顔にしちゃいましょう、バーッと。それじゃあ早速日時を決めて中庭を予約してこなくっちゃね。どこにお願いすればいいですか？とりあえずは職員室で手続きをしなくっちゃいけないわ。わかりました、行ってきます。戻りました。あら早い、どう？中庭は借りられた？はい。いいわね、それじゃあその日まで一生懸命練習を。中庭だけじゃ無理でしたけど、端っことか隅っことか合わせて1週間借りてきました。これで明日から毎日ライブできます。1週間？そんなにずっとライブするの？はい。どうして1週間も？それはもちろん楽しそうだからです。みんな
ジから見えてるよ。私、ハスの空のこと大好きだよ。スクールアイドル最高。ライブがいっぱいやりたいっていうのは、とにかくいっぱいやりたいってそのままの意味だったのね。でも学校を辞めるかもしれないだなんて言っていたあなたにとって、夢中になれるものが見つかったのなら、それはいいことだわ。とにかく大きな声を出して歌を歌うのって気持ちいいね。いいことなのかしら。みんな、おはよう。タホちゃん、おはよう。毎日ライブやっててすごいね。うん、ありがとう。みんなの前で歌うのってすっごく楽しいんだよ。こないだは見に行けなくてごめんね。え、いいよいいよ、私が好きでやってるんだもん。できれば全通したかったんだけど、練習があって。練習？実は私たち合唱部に入ったんだ。え、そうなの？毎日ライブしているカホちゃんを見てたら何か始めたくなっちゃって。カホちゃんの笑顔に背中を押されたんだよ。あんなに学校のみんなを楽しませようと頑張っているんだから、私たちももうちょっとハスの空のこと好きになりたいなって思って。みんなコンクールとかあったら絶対呼んでね。駆けつけるからね。気が早いよカホちゃん、まだ入ったばかりなのに。私たちみんなで有名になってハスの空にショッピングモール誘致しようね。その夢まだ諦めてなかったんだ。さあやかちゃん、部活行こう。あ、はい。すみません、今準備しますね。どうかした？いえ。あ、そうだ、カホさん、私のスマホで写真を1枚撮ってもらえますか？え？うん、いいけど。はい、笑って笑って、フラワー。どうぞ。ありがとうございます。うん、いいですね。プロフィール写真はこれにしようと思います。プロフィール？何の？はい、スクールアイドルのアプリのなんですが。スクールアイドルのアプリ？私も夕霧先輩に言われて自分のチャンネルを作ったんですよ。でもそこに載せる写真がなかなかうまく撮れず、そもそも自分の写真を撮るのにあまり慣れていないものでして。待って、チャンネルって何？えっとこういうのです。これってさやかちゃんのチャンネル？え、誰でも作れるの？私でも？多分、詳しくは知らないんですが、主に配信活動をするためのアプリだそうです。ライブを配信したり、雑談や練習風景を配信して多くの人に自分を知ってもらえるそうで、スクールアイドルを始めたばかりの私にとってはいい機会だと思って始めてみようかと。何それ、楽しそう。やりたい、やっていい？興味があるなら乙宗先輩にやり方を聞いてみるといいのではないでしょうか。わかった、さやかちゃんありがとう、行ってくるね。あの私も行きますけど、部室。どの紅茶にしようかしら。今日もこの後ライブだから喉にいいものがいいわね。小杉先輩、スクールアイドルのアプリって何ですか？キャッ、どうしたの？そんな勢いで。さやかちゃんにちょっと聞いたんですけど、なんだか楽しそうだったので始めてみたいなって思って。そう、でも木下さんはまだライブも始めたばかりで、新しいことを覚えるのは大変じゃないかしら。え、やめた方がいいですか？いえ、そういうわけじゃないのだけれど。
自分のライブを見直せば何か新しい発見があるかもしれないわね。わかったわ。ライブまではまだ時間があるから、今説明してあげる。やった、ありがとうございます。その前にお茶を入れても構わないかしら。はい、どうぞ。じゃなくて私も手伝いますよ。というわけで、これがスクールアイドルコネクト。みんなは通称としてスクコネとも呼ぶわ。主にはスクールアイドルが配信をするために使うアプリね。本当は木下さんがもう少し慣れた頃にお話ししようと思っていたのよ。インストールしたらスマホを貸してもらえる？はい。小杖先輩？ちょっと待っていてね。操作が複雑で。え？小杖先輩が手こずるようなものなんですか？大丈夫だよ。コズは機械がちょっと苦手なだけだから。後輩に間違ったことを教えないように、つづり。私苦手なことなんてないわ。これは得意になる途中なの。そして認めようとしないんだ。ほらガホ、登録したよ。つづり先輩の方が機械苦手そうなのに。それは失礼じゃないですか、カホさん。確かに、すみません。ううん、いいよ。できることはできるんだ、僕。できないことは全然全くできないんだけどね。ありがとうね、つづり。うん、では、少し手こずってしまったけれど、これで使えるようになったわ。スクコネはね、近隣のライブやイベントもチェックできるのだけれど、メインはさっきも言った通り配信機能よ。配信はまだ私もやったことないんですよね。なんだか大変そうで。大丈夫よ、そんなに難しいものじゃないわ。そうね、だったら日下さん、試しに動画を撮ってみましょう。それじゃ、行くわね。私、何をすれば？まずは、簡単な自己紹介だけで構わないわ。3、2、1、スタート。はじめまして。蓮の空女学院、日下香穂です。まだ、スクールアイドルを始めたばっかりの新1年生ですけど、みんなを笑顔でいっぱいにしてみせちゃうから、応援よろしくお願いします。ピースピース、みんなで一緒に花咲こうね。おお、カホさん、すごいです。とっても可愛かったです。本当？嬉しいな。こんな感じで大丈夫ですか、小杖先輩。驚いたわ。ライブの時もそうだったけれど、あなたは本当に物怖じしないのね。そうなんです。私、楽しいと思ったことは何でもできちゃうんです。それ以外は何にもできないんですけど。そう、なるほど。モチベーションの管理が一番大事なのね。先輩？いえ、こちらの話。日下さんは配信が向いてそうだわ。そうかもしれません。私、配信向いているかも。スクコネのことで質問があったら何でも僕に聞いてね。大丈夫よ、ちゃんと答えられるから。私だって先輩からしっかりと教わったもの。確かに、みっちりとメモ取っていたね。コズは勉強熱心で偉い。あなたの言葉が皮肉じゃないことは分かっているけれど、なんだか釈然としないわ。私、もしかして学校だけじゃなくて全世界で笑顔を咲かせることができちゃうってこと？とりあえずは学校内の人を笑顔にできるようにライブ頑張りましょうね。あ、そうでした。私、頑張ります。
まるで稲光みたいな子だね。そうね、眩しくて、でも時々目がチカチカしちゃうわ。じゃなくて、つづり、後で少し話があるのだけれど、いいかしら？ん？いいけど、あんまり怒らないであげてほしい。怒るだなんてそんな。少し私が迷っているだけ。相談したいことがあるの。そっか、よかった。僕、コズに怒られるの苦手だから。あなたの話ではなくて、木下さんの話だけれどね。それで、さやかちゃんは練習風景を配信することにしたんだ。はい、それはそれで恥ずかしいんですが、でも、人前でお話しするよりはできそうな気がしたので、夕霧先輩に見てもらいながら頑張ります。へえ。あれ、でもなんで別々なんだろう。小杖先輩と綴先輩、私たちを一緒に教えてくれればいいのに。なんでもそれが伝統だそうですよ。伝統？はい、蓮の空女学院のスクールアイドルクラブは代々部活動内でいくつかのユニットに分かれていて、互いに切磋琢磨しながら研鑽を重ねるそうです。そうなんだ。じゃあ私たちって一緒にステージに上がったりできないの？どうでしょう。でもそうかもしれませんね。さやかちゃんとスクールアイドルするのも楽しそうだったのにな。私は同じ道を歩んでいるのなら、これも一緒の形だと思います。別々の先輩のもとで共に成長していくカホさんが、次はどんなライブを披露してくれるのか想像するだけで楽しいですよ。さやかちゃん、カホさんとドムネ先輩のライブ、私もすごく楽しかったですから。そうだね、いいこと言うね。さすがさやかちゃん。すみません、あのちょっと恥ずかしいこと言ってしまいました。ううん、そんなことない。よーし、だったらさやかちゃんのことだってたっぷり楽しませちゃうからね、私。そうしたら次は私がカホさんをもっともっと楽しませられるように頑張ります。幸せな無限ループだ。というわけで今日の配信はここまでですね。さやかちゃんすっごくかっこいいでしょ。みんな、これからもこんな私たち蓮の空スクールアイドルクラブを応援してね。配信していたんですか今の。配信しながらライブするのってもっと緊張するかと思ったけど、でもいろんな人に見てもらえるのって楽しいな。小杖先輩も私には配信の才能があるかもって言ってくれたし私の気持ちちょっとずつみんなに広がっていて、スクールアイドル始めてよかったな。またお母さんかな。はい、もしもし。あ、もしもし、お姉ちゃん。あれ、双葉どうしたの。なんとなくお姉ちゃんの声が聞きたくて。あ、みのりもいるよ。二人とも、私がいなくてもちゃんとお利口さんにしてる？お家のお手伝いできてる？してるよ。今は双葉が毎日お風呂掃除してるんだから。みのりもちゃんとお花の手入れできてるよ。えらい、ちゃんとやっているんだね。そっかそっか当たり前だもん。お姉ちゃんこそ双葉たちがいないから寂しがってないかなって思って電話してあげたんだよ。ありがとうね、双葉、みのり。お姉ちゃんもね、新しいことを始めたんだ。可愛い衣装を着て
歌を歌ったり踊ったりしているんだよ。それってお姉ちゃん、まるでスクールアイドルみたい。え、二人は知っているの？うん、そうなんだ。スクールアイドル始めたの。お姉ちゃんが？お姉ちゃん、すごい。あのね、お姉ちゃん、本当は離れ離れになって少し寂しかったんだけど。みのり。でもね、お姉ちゃんがなんだか楽しそうで、みのりも嬉しい。ね、双葉。お姉ちゃんがスクールアイドルって聞いてちょっとびっくりしたけど、でも似合ってると思う。そっかな。ライブって見れないの？あ、見たい見たい。あ、それじゃあスクールアイドルコネクトっていうアプリがあって。双葉、みのり、お姉ちゃん、長野にも伝わるぐらいおっきな花を咲かせてみせるからね。やあ、コズ。そういえば、話って？それを広げているとき、だいたい難しい顔をしているね。ねえ、つづり、一曲踊ってもらってもいい？うん、わかった。お見事。それだけ踊れる人は全国にもそういないでしょうね。この曲は一度も練習したことがないくせに。何度も見たからね。見ただけで覚えられるのがあなたの能力が卓越している証拠なの。小憎らしいほどに上手なんだから。もう褒められてない気がする。正直に話すと、日の下さんの指導方針に少し迷っていて。うん。彼女のライブ見てくれたでしょ？よかったよ。とっても楽しそうだった。それは分かっているわ。でもむしろそれが問題っていうか。コズ？もう、日の下さんね、スクールアイドルを始めたばかりで、すぐにライブをやったり、配信にも手を出したり、楽しそうだからって、あんなにいっぱいいろんなことをして、大丈夫なのかしら？ねえ、つづり、あなたの指導している村野さんは、今も堅実に基礎トレーニングを積み重ねているわよね。あ、うん。私も、そういうタイプだったからわかるの。一つの目標を定めて、そこに向かって一歩一歩と歩みを進めていく、その感じよね。納得できるし、今まで歩んできた自分の軌跡を振り返れば、安心するの。でもね、世の中には、つづりみたいに感性だけで急に何でもできちゃう人がいるじゃない？日の下さんがもしそうだったら、型にはめた指導をするのも、彼女の良さを消しちゃわないかしら。つまりすごくモヤモヤしているの。日の下さんを見守るしかないこの状況に、私はどうすればいいかしら。本人に聞いてみたらどうかな。どうしたらいいって。それは、手っ取り早いとは思うけれど、でも、ダメなの。どうして？考えすぎかもしれないけれど、私が心配していることを知られてしまったら、あの子の楽しみに水を差すことになりそうで。あの子、
私とのライブをとっても気に入ってくれたでしょ。それから1週間もずっとライブをしたくなるぐらい。きっとまだ真っ白なのよ。どんな風に色づくのか、私にその責任の一端があるのだから、考えても考えすぎるってことはないわ。コズはいい先輩なんだね。結果的に何もしていないのだけれどね。いいんじゃないかな。ちょっとつづり、私は真剣に。ただ立ち止まってるだけじゃなくて、カホのことを考えてそうしているんだよね。だったらいいんじゃないかな。困った時にはすぐに手を差し伸べてあげるってことで。それはだけど、多分だけど、夢中で遊んでる本人は外からの声なんて聞こえないと思うんだ。だから今は何を言っても意味ないかも、みたいな。あなたがそう言うと妙に説得力があるわ。そうかな。説得力いつの間についたんだろう。2年生になったから。失礼します。今日もご指導お願いいたします。ああ、うん、今日もよろしく。村野さん、村野さんはどう？ちゃんとつづりとコミュニケーション取れている？え、大丈夫だと思いますけど。何ですか急に。ううん、何でもないの。ちょっとつづりに話を聞いてもらっていただけ。村野さんもつづりのことで何かあったらいつでも相談してちょうだいね。それがいいよ。先輩、自分で言っちゃうんですか？大丈夫ですよ、何にもありませんから。今のところは。今のところは。あ、ごめんなさい、つい口が滑って。あの、練習行きましょう。うん、コズ、無理しないでね。僕たちは先輩だけど、先輩としてはまだ1年生なんだから。まさかあなたに話を聞いてもらう日が来るなんてね。ありがとう、つづり。うん、でもそうよね、楽しいままで続けられるのならそれがきっと一番なのよね。ただ私にはできなかったっていうだけで。今日のライブもすっごく楽しかった。お疲れ様、日の下さん。先輩こそお疲れ様です。毎日毎日付き合ってくださってありがとうございます。いいのよ、私もライブが好きだから。スクールアイドルって楽しいですね。ライブをして、そのライブをスクコネで配信して、どんどん応援してくれる人が増えていって、いっぱいいっぱい笑顔が花咲いていって、もう無敵な感じですよね。これ1週間と言わず、このまま1ヶ月、いや3年間毎日ライブをするっていうのも。さすがにそれはどうなのかしら。そういえばさやかちゃんから聞いたんですけど、蓮の空のスクールアイドルクラブって変わっていますよね。部内でユニットに分かれているだなんて。ああ、そうね。蓮の空は芸術においての名門校で、スクールアイドルという言葉が生まれる前のこのクラブはもともと芸学部という名前で活動していたの。由緒正しい伝統ある部なのよ。そうなんですか。それも全然知りませんでした。あの、部内でユニットに分かれるってことは、私と梢先輩が同じユニットってことなんですよね。そうね、今のままだと
そうなるわ。もしあなたに他に組みたい人がいなければ。だけれど、いえ、私は小杖先輩とがいいです。私にスクールアイドルの魅力を教えてくれたのは小杖先輩なんですから。確かに硯先輩もすっごく美人な方ですけど、でも私が硯先輩と組んじゃったらさやかちゃんに怒られちゃいますよ。それはそうかもしれないわね。あっちは村野さんがご出身みたいだから。あ、もしかして小杖先輩こそ私と組みたくないですか？そんなはずないでしょ。だいたいあなたを誘ったのは私なのよ。あれ、そうでしたっけ？私が小杖先輩にスクールアイドルやりたいって言ったような。あ、それはマネージャーに、そう、マネージャーに誘ったのは私ってことよ。スクールアイドルにも本当は誘いたかったのだけれど。小杖先輩？うん、なんでもないわ。私はね、スクールアイドルが大好きなの。幼い頃から何度もスクールアイドルのライブを見て胸を弾ませたわ。自分の体一つで見てくれる人を魅了する、その姿がとても麗しく焼き付いて、こんな芸術もあるんだって感動したの。最初にあなたを誘ったきっかけは、あなたがこの学校で何か楽しいことが見つけられればいいというおせっかいだったのかもしれないけれど、今はね、あなたを見ているとあの頃の私を思い出すの。ただ純粋にスクールアイドルに憧れていた情熱的な気持ちを。それって今は違うんですか？今は憧れているものに自分もなろうと思ってしまったら、楽しいだけじゃないこともいっぱいあって。でもね、その過程だって私はちゃんと楽しんでいるつもりだから。大変なことも多いけれど、自分の上達を感じられるのは嬉しいことだわ。上達ですか？ええ、でもいいの、これは私のやり方。あなたにはきっとあなただけのやり方があるわ。あと少しで1週間のライブも終わりね。その後のことはまたその後に考えましょう。わかりました。その後の中庭の予約はその後に取りますね。本当に3年間毎日ライブをするつもりじゃないわよね。そうよね。なんだか私、少しずつ蓮の空のいいところが分かってきた気がする。あんなに蓮の空を嫌がっていたカホさんが？まず一個、ご飯が美味しい。確かにそれはありますね。朝夜と寮でのご飯が楽しめますし。そうだね、山の幸も海の幸もとにかく食べ物が美味しくて、ナスそうめんっていうのがおかずとして出てきた時はびっくりしたけど。そうですね、私もナスそうめんが全国でポピュラーな食べ物ではないと聞いてびっくりしました。他にもあります。学校が近いからギリギリまで寝坊できる。それはハスの空というよりは寮生活の利点なのでは。他にも、寮母さんがそこまでは怖くない、消灯時間まではスマホを使っても怒られない、 Wi-Fi もつながる、お風呂掃除しなくていいとか、なんかそんな感じね。さやかちゃんはスクールアイドルコネクトどう？あ、配信していますよ。といっても私は引き続き練習風景だけですけど。あ、そうなんだ。本当だ、毎日欠かさずアップしてる、すごい。ちょっと、なんでここで私の配信見ようとするんですか？
ダメ？人に見られるのも練習のうち。ダメではないですけど。え、あれ？いつの間にかさやかちゃんのチャンネル登録者数がすごいことになってる。みんなに今年注目の新人って言われてるよ。さやかちゃん、実は私に隠れてライブしてた？していません。練習だけです。というか、注目浴びているのは私自身の力ではなく、夕霧先輩とユニットを組んだ後輩だからだと思いますし。さやかちゃんってもしかして、なんかダンスすごい？え、そうですか。うん、なんかすごくキレがあるっていうか、手も足もピンと伸びてて綺麗な感じする。さやかちゃんすごい。それは、その私はフィギュアをやっているので、ゼロからのスタートというわけじゃありませんから。でも私ぐらいの1年生なら他にもいくらでもいますし。あ、私他の人のチャンネルってあんまり見たことなかったかも。いろいろと勉強になりますよ。あの、カホさん、どうしたんですか？急に立ち上がって。あ、もう消灯時間ですね。お部屋に戻らないと。うん、おやすみなさい、カホさん。うん、おやすみ。カホさん？さやかちゃん、ほんとすごい。でも、あたしだって。ごっくり。ダメだ。え、何これ、さやかちゃんと全然違う。隣で踊る小杉先輩と全然合ってないし。知らなかった、私こんなダメだったなんて。私こんな。ライブって見れないの？あ、見たい。あ、それじゃあスクールアイドルコネクトっていうアプリがあって。どの紅茶にしようかしら。最近はまだ寒いから、みんなのためにも体が温まるものを用意しましょうか。小杉先輩！キャッ、どうしたの？日の下さん、泣いているの？私。日の下さん？私、全然ダメでした。とりあえず、お茶を入れてあげるから座っててね。はい。立ち入り禁止？どうやらその時が来たみたいだね。あ、夕霧先輩、中で何が？僕たちに手伝えることはないから、陰ながら応援していてあげようね。何をですか？強いて言うなら先輩活動かな。ん？つまりこういうことかしら。村野さんの配信を見て自分のライブが気になってしまったと。はい。それなのに私、妹たちにもドヤ顔でライブ配信をおすすめしちゃったんですよ。友達みんな
ほとんど毎日ライブに来てくれて、私全校生徒の前で1週間ずっとライブしてたんですよ。こんな私が。あなたのライブ、私には素敵に見えたわ。ヒントには、その少しだけびっくりもしたけれど、でもなんかこう違うんです、先輩方やさやかちゃんたちとは。隣の家の芝は青いというわ。それは誰でも同じ。私にもね、あなたのことを羨ましいと思うことはあるのよ。え？木下さん、私やつづり、それに村野さんがあなたのライブを魅力的と言った言葉には、お世辞や社交辞令なんてものはなかった。心からそう思ったのよ。え、私たちのライブ。もちろん、あなたの配信を見てくれた人たちもね。それは、どうしてなんでしょうか。だって私、こんなに…わからない？うん。それはね、あなたが本当に心からスクールアイドルを楽しんでいることが伝わってくるからなの。楽しんでいることが。ええ、そのまっすぐな気持ちは誰だって持っているものじゃないわ。あなたの笑顔が、弾む声が、内から湧き出てくる情熱が、見ている人の心を打つから。だからみんながあなたに温かな声援をくれるの。それは、でも。だから、あなたにはあなたの魅力が、あるから、気にすることはないわって言いたいところだけれど、それじゃあ納得できないみたいね。はい。言いましたよね、梢先輩は。大変なことも多いけど、でも楽しんでやっているって。ええ。でもそれは、私のやり方で。自分の上達を感じられるのが嬉しいことだって。ええ、そう言ったわ。私は努力をすることが好きなの。いいえ、そうするべきだと思っているわ。私は日下さんみたいな愛嬌があるわけじゃないから。スクールアイドルとして見せられるのは自分の歩んできた軌跡だけなの。奇跡。私の努力はきっと他の誰かに伝わると信じている。私が他の誰かに誇れるものがあるとしたら、それだけだから。うん、頑張る姿ってことですか。ええ、私はね、スクールアイドルコネクトって半分はそのためにあるんじゃないかって思うの。ライブやイベントでみんなを楽しませる以外に、毎日努力をしている姿を配信するのはね、それを受け取った人の心にきっと芽生えるものがあるからだわ。スクールアイドルの頑張る姿を見て自分も頑張りたいって。そっか、だから私、さやかちゃんの練習風景がすごく綺麗だって思って。木下さん、私、分かった気がします。そうだったんですね。だから私、梢先輩のライブを見てすっごく胸が熱くなって。そう思ってくれたのなら嬉しいわ。はい、梢先輩のライブ素敵でした。だから私もあんな風に人の心を花咲かせるようなライブがしたいんです。お願いします、梢先輩。私にも先輩のやり方を教えてください。私、楽しいだけじゃなくて、すっごくすっごく楽しいライブがしたいんです。そのためには今のままじゃダメなんです。そう、そうなのね。わかったわ、木下さん。あなたがそこまで言うなら、もう私に断る理由はないわね。ありがとうございます、先輩。ただ先に言っておくけれど、私のやり方は大変よ。最初のうちは
楽しいなんて思う余裕はないかもしれないわ。そこはちょっと手加減してもらえると嬉しいですけど。でも大丈夫です。私、雨にも風にも負けないようなそんな立派なお花になるつもりですから。あらいけない、もうこんな時間だわ。1週間のライブ最終日ですね。でも私こんなにダメダメなのにライブを。仕方ないわ。誰だって急に上手になったりはしないのよ。少なくともあなたの笑顔は一級品なんだから、それをみんなに見てもらいましょう。笑顔はですか？それとも笑顔だけはかしら？あ、小杖先輩ひどいです。いつか全部一級品になってみせますからね。ごめんなさい。さ、背筋を伸ばして行きましょう。はい。今日もみんな来てくれてありがとうね。次はもっともっと上手になってみんなをもっと楽しませるから、楽しみにしててね。私、誰よりもみんなを楽しませちゃうような世界で一番のスクールアイドルになるからね。世界で一番の？カホちゃんが？カホさん、すごい。うん、すごいね。もしかしたら本当になれるかもしれないわね、カホさんなら。ラブライブ優勝だって。見ててね、みんな。